自分やったんかっていうオチなんですよ。どっかで聞いたことがある。そうなんですね。だからあの鏡を置いてるっていうのは先人の人たちの知恵でね、あの忘れるから、生まれてくる前は覚えてんねんけど、生まれてきたら忘れるだろうということで、なんか形に残しといてあげたら思い出すかなっていうので、あの神社の形が作られたんですよね。だから神社の建物がね、その必要か必要じゃないかっていうと必要じゃないんです。別にあの建物がなくなってもな、その山に感謝するというのはこの有効なんですよね。で、ただその神様なんだと思い出すためにはあの形がいるということで、覗いたら自分が映ってて、何やろって、何やろって、だから自分を拝みに行ってるっていうのがじゃあ神社ですよ、っていうことなんですよ。だから神様っていうのは